さて、イッサさん、はい、2軒目は2軒目はですね、水餃子が有名なお店でございまして、そこの一番の売りはその水餃子の皮なんですよ、ね、うん、皮が日本では絶対手に入らない、うん、ということで水餃子だけ出してる。いや、水餃子以外にもいろいろあるんですけど、お腹いっぱいでも多分水餃子ぐらいだったら皆さん、まだ入る余裕が、別腹って感じだからね、はい、沖縄は那覇にある汚うまい店の誰もがうなる水餃子とは、まあ、ここ国際通りから、うん、まあ、ちょっと入ったところに、ね、はい、うん、あるんですけども、まあ、この辺自体が、まあ、どん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 店がなくなっていったり、明らかに潰れた、ね、そうですね、映画館、ね、これも多分10年前ぐらいに、かなり雰囲気ある映画館だよねこれ。この潰れてもそのままこう残してるっていうところがまたあるんですよね。そしてここは、はい、ここです。チンタオ食堂です。まあ、見てください外観、まあ、綺麗にしてるようで、うん、まあ、まず看板が斜めってたりですね。いやなんか気分的にここは直したいって感じはしないですよね、これね。ちょっと曲がってるもんね。ちょっと曲がってるんですよ。これがそれを、ね、よれってんだね。ちょっとカチって入れたいみたいな。入らない入らない。上の要するにあれを一回抜いて、抜いてもう一回トン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 ってやらないとダメだけどね。私がものすごいカウンターを閉めて、あのカウンター普通人座れるんですけど、この店座れないんですよね、もうほとんど。カウンター座れないよね。創業13年。その店構えはどう見ても潰れているようにしか見えない小さな台湾料理の専門店。観光客は絶対に素通りすること間違いなしですが、こちらのお店の水餃子が地元では大人気なんだとか。はい、どうもこんにちは。どうも、こんにちは。わわわわわわ、すごいね、この雑誌。どうぞどうぞ。本当に大丈夫。こんにちは。どうも、こんにちは。お願いします。いいですね。本当に雑誌がいっぱい。雑誌が、そうなんですよ。欠かせない。雑誌が、欠かせないらしいんですね、もう。なんでか、ここまで来ると。あら。ズボラなんですね。あ、ズボラ入って。ズボラなんで。ここは、まあ、水餃子がおすすめなので、うん、まずはその水餃子を頼みたいと思うんですけども、うん、メニューが多分この辺に、多分どっか探せば。どこ？多分そうですね。ありましたね、はい。こちらメニューになっておりますので、皆さん何か気になるものがあれば。簡単麺の300円ですよ。そんな安くていいんですか。まあ、あと3年は持つと思うけど。3年、あと3年ぐらいは持つと思うんですけど。いいかな、3年。カウンターは雑誌まみれでも、沖縄一という水餃子のお味と来ましたよ。いや、虫です。あ、来ました。あ、来た。早い。はい。いや、めっちゃ早いじゃん。あ、湯気がすごいですね。出来たて。これ、いい感じ、いい感じ。めっちゃ熱いから気をつけてください。めっちゃ熱いんだ。粗挽きにした豚バラ肉と野菜をバランスよく調合。食感とボリューム感を残した種を台湾から直輸入した分厚い皮でコーティング。店に立ち寄った人をうならせる究極のもちもち水餃子。一口食べたら決して忘れられない感動の一品がこちら。ニンニクと赤唐辛子でアクセントを効かせたさっぱり酢醤油でいただきます。いざ実食。熱いですよ、本当に気をつけてください。半分ずついかないと大変なことになるよ。熱いですよ。どうですか。うん、皮がもう人の見てるとよだれてて出るもんがね。おいしい、おいしいじゃんこれ。どれどれ。うまい、おいしい。大丈夫ですか。うまい、うまいよね。すみません、あっさりしてる。これも食べやすい、食べやすい。でもおいしいわ。そうです、なんかこうお腹いっぱいになってても、なんかおやつ感覚でちょっと食べれるような、うん、まあ、いいね、まあ、いいね、いいね。これ皮がもちもちですね。皮が食べ応え、台湾から取り寄せて。台湾から。でもこれ台湾のより美味しいよ、これ。ね、うん、美味しいでしょ。台湾のより美味しい。うまい。うん、うん、1日何個ぐらい作るんですか。数えたことないけど、だって300ぐらい。300。うん、仕込み一人でやってるんですか。うん。タコさん、どういうところが気に入りました。やっぱり皮ですね。プリプリ感と、そうですね、でこの具もすごくマッチして、うん、なかなか水餃子あんまり僕行かない方なんですけど、非常にでもこの水餃子は美味しかった。俺台湾で食べるよりも
全然こっちも美味しい。おお、これはすごいですよ。たぶん肉が違う、うん、要するに肉のこだわり、はいはいはい、ここがやっぱりこの水餃子の勝ち目かなみたいな感じがしますね。相当僕はタレもいいですねこれね、うん、これなんかすごいあっさりして、はい、お醤油も台湾の方のお醤油を台湾使ってそうなんだ、はい、微妙にこうニンニク風味ってね、そうなんですよ、うん、ああそうか、ね、どう見ても潰れたお店のプリプリ水餃子、果たして星いくつ。それではチンタオ食堂の水餃子星おいくつでしょうか。素晴らしいですね、もうカウンターは本だらけですよ。ほとんどカウンターのいいのなしで、なしないですが、はいはい、餃子の味は見事星3つでございます。雑誌で埋もれたカウンターの奥にはお宝のような水餃子がありました。チンタオ食堂の水餃子星3つ。テレ大きめ入りで大きなテレ参りました。いやーありがとう、いやいやいや、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ご主人おめでとうございます。ありがとうございます。まあ嬉しいですね。どうですよ。あ、嬉しいです本当に。あ、そうです。いや、ありがとうございます。また来ます。いや、よかった。